け。コジャク、ない。貴様ら何やってる。なんだなんだ、何の騒ぎだ。ライムかリブか、どっちにしろ全員死刑だ。オーバー。ノイズはとっくに逃げた。俺たちもさっさと逃げるぞ。待てこら。ここまで来れば大丈夫だろう。ああ。すまねえ。お前んちでもやっちまったのに、また騒ぎにしちまった。つい頭に血が昇って、あのクソ坊主。青葉、お前に辻斬りのライム仕掛けたのってあいつだろ。なあ、やっぱり知ってたのか。そうなんじゃねえかとは思ってたが。ごめん。いや、責めるつもりはねえ。だがあいつ辻斬りの後もお前に付きまとってるんだろ。何があったんだ。なんつか、そのあいつにライム仕掛けられた時、俺どうすりゃいいか全然わかんなくて、ライムなんてやったことねえし、最後は気失ったみたいで記憶がないんだけど、あいつが言うには俺が勝ったって。お前が？なあ、でもそんなの全然覚えてねえし、そもそも俺が勝てるわけねえし。でもあいつは俺が勝ったって聞かなくて。それじゃあお前に負けた恨みを晴らすためにくっついてるってのか。プライドだけは一丁前だな、あのクソ坊主。ライムだろうとなんだろうと、負けは負けだ。潔く認めて終わるのが男ってもんだろうが。しかもお前気を失っちまったんだろ。なのにその言いがかりってのはただの嫌がらせにしか聞こえねえけどな。まあな。どうした？何か気にかかることでもあるのか？ライムやってる時さ、誰かの声が聞こえたんだよな。どういう意味だ？あいつじゃなく？違うと思う。聞こえたっつうより声が耳の中で響いたっつう。それで俺レンに指示を出せたんだよな。戦い方が直感的に分かったような感じで。ライムはやったことないんだよな、お前。ああ、なのになんで指示なんか出せたのか自分でもよく分かんねえ。それがちょっと嫌な感じで。
あんまり考えすぎんな。お前の昔からの悪い癖だ。じゃねえと蓮に、青葉、思考がパンクしそうだとか言われちまうぞ。ああお前もいきなりライムに引っ張り込まれて混乱してるのかもしれねえし、でも何かあったらいつでも俺に言えよ。なあ、サンキュー。タエさんにはいつもうまい飯作ってもらってるからな。そこかよ。そうだ、ドライジュースの奴らに挨拶してくか。だな、瑞希のことも気になるし。って、あ！どうした？つうか俺仕事中だし、羽賀さんが外出しちゃってて店番してたんだよ。おいおい、まずいんじゃねえか。電話してみる。はい、ジャンクショップ平凡です。羽賀さん、すいません、俺。その…今日はもう大丈夫ですよ。私がいますし。本当にすいませんでした。気をつけます。お疲れ様でした。大丈夫だったか。まあ一応。ガラガラだな。あいつらの泊まり場、移動したのか？そんなの聞いてねえけどな。おい。どうし…なんて…アバ、あれ見ろ。モルヒネ…神隠し…な、バカな。
おい、誰かいねえのかよ。おい、アオバ、向こう側も見てきたが誰もいねえ。ここもか。ひでえな。なあ、これってなんだ。これやっぱりそうだよな。やっぱ水木と連絡つかねえ。どうなってんだ。ここで何があったってんだよ、畜生。水木。やあ、誰かと思ったら青葉さんでしたか。奇遇ですね。やっほー、青葉。お前ら、なんでここに。この辺りは我々が担当してるんですよ。ヤクザか。お前ら双子か。似たような格好しやがって。双子じゃねえから。お前こんなのとつるんでんのか。つるんでるっつうか、知り合った時は別にヤクザじゃなかったし。コウジャクが。ええ、青葉さんとはそれなりに窮地の中です。そうそう、仕事関係ねえし。同業者の中には横暴なのもいるようですが、俺たちはルール違反は犯しません。あくまで常識の範囲で行動してますので、以後よろしく。ヤクザはヤクザだろうが、いいも悪いもねえんだよ。一度落ちたら骨の髄、血の一滴まで染み込むからな。